アクション満載のハリウッド映画で飛行機の側面に穴が開き、乗客がパニックになる場面を見たことがあるだろうか。そこら中に物が飛び散り、人々は座席に座っているのがやっとだ。まあ現実の生活では飛行機のボディに小さな穴が開いたところでそこまでの事件は起こらないだろう。しかし屋根の半分が欠けた飛行機を実際に着陸させたパイロットの信じられない話がある。信じられないようなこの話をぜひ聞いていただきたい。その日の早朝、ホノルルを離陸する前にマデリンは通常の飛行前点検を行い、すべて問題ないと言った。午前11時、彼らはホノルルを飛び立ち、マウイ島、そしてヒロへと向かった。ヒロに着いた時、彼らはコクピットから出ず、外から飛行機をチェックしなかった。義務ではなかったからだ。午後1時25分、乗客89人、パイロット2人、客室乗務員3人、そして、コクピットのオブザーバー席に座っていた FAA、連邦航空局の管制官1人の95人を乗せた飛行機は往復の最終便に向けて離陸した。飛行機はいつものように離陸し、何の問題もなく巡航高度の2万4000フィートに達した。しかしカフルイから26マイルの地点で事態は完全におかしくなった。パイロットはヒューという大きな音に続いて亀裂が入り、耳をつんざくような大きな風の本流を聞いた。左側の屋根の一部が外れ、飛行機が爆発的に減圧したのだ。さらに悪いことに、この減圧が連鎖反応を引き起こし、飛行機の屋根の大きな塊が完全に裂けてしまったのだ。その欠けた部分は、長さ 18.5 フィートの巨大なもので、コクピットから前翼部分まで飛行機を覆っていた皮膚の一部だった。災難に見舞われた時、パイロットたちは何が起こっているのか全くわからなかった。その時操縦を担当していた副操縦士は突然頭が後ろに折れるような感覚に襲われ、そして灰色の断熱材と破片が竜巻のようにコクピットの周囲を飛び交うのを見た。一方機長は周囲を見回し、コクピットのドアがどこにもないことにショックを受け、ファーストクラスの天井の代わりにまっすぐ空を見上げていた。飛行機は左右に傾き始め、操縦を維持するのが難しくなった。コクピットの乗員はすぐに酸素マスクを装着し、機長が操縦を引き継いだ。そしてマウイ島の最寄りの空港に向けて緊急降下を開始した。幸運なことに乗客は全員着席しており、シートベルト着用サインが点灯していたため、ほとんどの乗客はシートベルトを締めていた。残念なことに3人の客室乗務員は油断していたようだった。そのうちの1人は穴の近くにいたため機外に引きずり出されてしまった。他の2人は床に投げ出され、うち1人は頭を強く打って意識を失った。3人目の客室乗務員は乗客を助け落ち着かせようとしていた。同時にパイロットたちは必死に管制官に自分たちがトラブルに見舞われていることを知らせようとしていたが、大音響と酸素マスクを着用していたためパイロット同士でも意思疎通に問題があった。お互いを理解するために手信号に頼らざるを得なかった。しかも自分たちのメッセージが管制官に届いているのかどうかもわからなかったのだ。機体の制御装置がうまく反応せず、機長の操縦はさらに難しくなった。副操縦士は機長を助け、管制塔と交信するために最善を尽くしていた。飛行機が高度1万4000フィートまで降下した後、ようやく管制官が彼らの救難信号を受信し、すぐに緊急着陸の手配を始めた。管制塔はこのような事態に備えてはいなかったので、実際管制塔は普通の人が緊急時にするのと同じように911に電話しなければならなかった。問題は管制塔が事態の深刻さを理解していなかったこと、そして乗客と乗員が医療的な助けを必要としていることに気づいていなかったことだ。乗員が急な減圧と報告しただけで状況全体を詳しく説明していなかったからだ。飛行機は非常にひどい状態だったが、機長は飛行機を安全に着陸させるために全力を尽くしていた。空港に向かって降下中、機長は
副操縦士に着陸装置を下ろすよう命じたが、インジケーターランプは点灯しなかった。飛行機は左エンジンにも問題を抱えており、滑走路に近づくにつれて故障した。これらの問題にもかかわらず、機長は作動していたエンジンの逆噴射を使って着陸を試みた。困難で危険な作業だったが、なんとか無事に滑走路に着陸することができた。その後、乗客と乗員は機外に避難し、全員が助かったのは奇跡的だったが、65人が負傷した。飛行機の破片や機体の破片が飛び散ったのだ。残念なことに、地上スタッフは事態の深刻さに気づいておらず、負傷した乗客に即座に医療支援を提供するだけのリソースがなかった。最初の救急車は飛行機が着陸してから7分後に到着したが、これは理想的なシナリオではなかった。さらに島全体でも救急車は2台しかなく、負傷者全員を収容することはできなかった。その結果、ツアーバンが病院の搬送に使われ、幸い元救急隊員の運転手2人が滑走路で負傷者の応急処置をした。一方、空港の整備士と事務所スタッフはバンを3マイル離れた病院まで運び、混沌としたストレスの多い状況にもかかわらず、重傷を負ったのは8人だけで、その後全員が全壊した。減圧事故のストレスに耐えられなかったのも無理はない。機体の老朽化は問題ではなかったが、離着陸を何度も繰り返したため機体の完全性が損なわれていた。塩分と湿気の多い環境で飛行していたことも損傷に拍車をかけた。飛行機は一定の飛行回数に耐えられるように設計されているが、この飛行機はその回数をはるかに超えていたのだ。そのフライトの大半は短い国内線だったため、離着陸の回数が設計よりもはるかに多く、これが最終的に飛行中に屋根が外れることにつながった。機体の状態が悪かったため修理不能となり、空港で解体されることになった。興味深いのは、事故後のインタビューである乗客が搭乗中に機体に亀裂があることに気づいたと回想していることだ。彼女は大したことはないと思い、それを乗務員に伝えなかった。この種の事故は現在では非常に稀であることを覚えておいてほしい。ハーバード大学によれば、飛行機事故に遭う確率は約120万分の1だという。これはごくわずかな割合だと言えるだろう。とりあえず安心しておこう。飛行機の屋根が外れるようなことが起こったとしても、パイロットが緊急事態に対処する訓練を受けていて、安全に着陸させることができるというのは心強い。飛行機でしか使えないのであれば、誰も盗もうとは思いません。飛行機を出たら役に立ちませんから。あと、飛行機といえば機内食。機内食が好きな人もいれば苦手な人もいると思います。しかし多くの人は飛行機の中では食事の味が異なると感じているのではないでしょうか。それが本当だということが分かりました。気圧や湿度が低く、高高度で背景に聞こえる雑音が味覚を変えているんです。甘さや塩辛さに対して感度が低くなるため、航空会社は味付けを濃くしなければいけません。誰かが誤って飛行機のドアを開けたらどうなるか考えたことがありますか？どう考えてもやばい状況です。少なくとも非常に危険です。具体的にはすぐに機内の酸素が不足するでしょう。しかし幸いなことに、誤ってそのドアを開けることはできません。飛行機の内部と外部の圧力差があまりにも大きいため、ドアを開けるのはほぼ不可能。開けるためには途方もない力が必要です。ただし緊急時には自動で開くように設計されています。安全性について言えば、離陸と着陸時、乗務員は機内を暗くしますよね。これには明確な理由があるんです。緊急時によりはっきりと見ることができるようになんです。目が暗闇に慣れていれば避難しやすくなりますからね。ところで、パイロットといえばかっこいいサングラスをかけていますよね。でもこれはもちろん格好をつけるためではなく、目を保護するため。キャリアを全うするまでパイロットは視力を保つ必要があります。しかし
パイロットの任務はそう優しいものではありません。太陽からの有害な放射線は地球の大気がフィルタリングされているので、地上にほとんどいる大半の人にとって太陽光は無害。しかし空中では話が違います。空の上は大気が少なく非常に明るい空間。標高が300メートル高くなるごとに太陽放射は 5% 上昇。平均的に航空機は標高1万7000メートルで飛行します。つまり地上よりも紫外線の放射が 175% 強く、飛行機をより安全にする方法はたくさんあります。例えば全ての乗客を救出できるように飛行機に射出座席を備えるのもその一例。しかし実際には射出座席というのは考えるよりもはるかに難しいものなんです。もし射出座席が備えられていたとしたら飛行体験は大いに変わるでしょう。誰もが皆ハーネス付きの座席にがんじがらめにされて座席から落ちないようにしなければいけません。またフライト中ずっと酸素マスクの装着を求められるかもしれません。緊急事態はいつでも起こりえますからね。さらに射出という動作自体、体に大きな圧力を与えます。身体的な訓練を受けた戦闘機のパイロットでさえ重傷を負う恐れがあるんです。一般人にとっては安全とは思えませんね。というわけで射出座席は魅力的に思えても実用的ではなく、むしろ非常に危険なのです。ではせめて各乗客にパラシュートを提供するというのはどうでしょうか。実はこちらもあまり有用ではないようです。パラシュートで多くの命が救われるかと思いきや、そもそも効率的ではありません。パラシュートにはコストがかかり重たいからです。パラシュートを機内に積んでいると飛行中により多くの燃料が消費されます。しかしパラシュートで実際に安全性が高まるならそれでも投資の価値はあるでしょう。しかしそうでもないんです。商用機は数百人の乗客を乗せたままそこから安全に飛び降りることができるような設計ではありません。また乗客はパラシュートの使い方を訓練されていないですよね。緊急事態が発生して飛行機が墜落中に200人がパラシュート初体験という状況は危険以外の何者でもありません。そもそも飛行機が飛行する高度からジャンプするのは安全ではないんです。というわけで酸素マスク、救命胴衣、ボートが最高の救命措置。どの飛行機にもこれらは装備されています。飛行機の翼の下に大きなエンジンがあるのを知っていますか。ちょっと見てみてください。どう見ても安全には見えませんよね。鳥が吸い込まれそうです。というか実際に吸い込まれることがあります。せめて回転している部品の前に格子でも設置して鳥が侵入するのを防げばいいのにと思いませんか。実はエンジンは膨大な量の空気を取り込む必要があり、そうやって初めて適切に作動します。多くの空気が飲み込まれ、多くの空気が圧縮されればされるほど燃料と混ざって燃焼します。その後より多くの空気が反対側から押し出され飛行機は飛び続けるのです。前面にカバーを設置してしまうとそれが障壁となってエンジンが適切に動作するような空気の流入が大幅に減る可能性があります。これでは乗客の安全が危険にさらされるかもしれません。しかし心配には及びません。鳥たちが飛んでいるのは飛行機よりもはるかに低い高度。つまり鳥に危険が及ぶのは飛行機が高度を上げていく離陸後数分間と飛行機が着陸する最後の瞬間のみ。だから吸い込まれる鳥は非常に少なく、もし吸い込まれたとしてもエンジンや乗客の安全に対する脅威とは絶対になりません。飛行機は車のようにギアを変えることはありません。ということは技術的には交代できないということです。これは飛行機が交代する必要がないから。飛行機は簡単に方向転換し逆方向に進むことができます。ただし前進しながら唯一交代する必要があるのはゲートに到達するときだけですね。その際に助けてくれるのがトーイングトラクター。これは小型の車両で航空機に接続して必要な方向に動かすことができます。今度飛行機に乗るときはよく見てみてください。しかし厳密に言えばエンジンが空気を後方ではなく前方に押し出すようになれば飛行機は後方に進むことができます。しかしこれをすると周囲の人々にとって非常に危険。これを行う数少ないケースの一つは飛行機を減速させるための着陸時です。パイロットが誘導路をよりうまく航行できるように外部にはカメラが設置されています。特に難しい操縦を行う際にはこれが非常に重宝します。しかし飛行機の機内にもカメラがあることをご存知でしたか。ご安心ください。洗面所にカメラはありません。しかし機内にカメラがあるのは確かです。
これは安全上の理由からで、見えない箇所を確認するためにフライトアテンダントたちが監視しています。もちろん客室乗務員が機内を巡回してチェックすることも可能。実際ほとんどの時間がそれに費やされるんです。カメラが使われるのは主に離陸や着陸時、客室乗務員を含む全員が着席するように指示されますからね。フライトで最も危険なタイミングだからです。着陸・離陸時はルールが特に厳しくなることにお気づきですよね。電子機器はオフにするか飛行機モードに設定し、大型の電子機器は収納しなければなりません。窓のシェードは上げ、テーブルは折りたたまなければいけません。座席は直立位置に設置し、シートベルトを締める必要がある、などなど。これはすべて緊急時に迅速な避難が確実にできるようにするための安全対策です。ではこれらのルールを少し見ていきましょう。電子機器の飛行機モードは、端末が送信する信号が飛行機の電子システムと干渉しないようにするために重要です。もし干渉した場合、パイロットが指導を受けるために必要な無線の周波数が阻害されてしまうからです。スマホの近くにスピーカーが置いてある場合、電話がかかってくる直前に雑音が入るのを聞いたことがありませんか？このような音がパイロットが航空交通管制と通信している時に発生してしまうかもしれないのです。さて、大きなデバイス、例えばノートパソコンをしまうことは重要です。なぜなら緊急時に飛行機から素早く脱出しなければいけない場合、それが障害物になってしまう恐れがあるからです。通路はすべてできる限り開けられるべき。電子機器を片付け、座席を立て、テーブルを折りたたむ理由はこのためなんです。避難時に邪魔になるものがあってはなりません。最後は窓のシェード。飛行機の内部照明も消されます。これがされるのは、目を飛行機の外の自然光に慣らすため。夜間、何らかの緊急事態が発生し、点灯していた照明が突然消えた場合、乗客はできるだけ速やかに避難する必要があります。でも目が暗闇に慣れていないと何も見えないですよね。これではなかなか動けません。機内の照明が消えていた方が、乗客は暗闇に慣れやすく、避難がより迅速になるのです。窓のシェードも同じ理由。昼間であってもシェードが上げられていた方が、乗客は機外の光に慣れているため、より迅速に避難できるのです。もう一つの理由は、着陸時にシェードが上げられていれば、外部の人々が機内の状況を確認できるから。例えば火災や煙が発生しているかどうか、火災が発生している場合、具体的な発生場所はどこなのか。こうすることでより良い避難計画が立てられます。さて、飛行機の窓の上に書かれた黒い三角形に気づいた人はいませんか？この三角形は飛行機の翼が最もよく見える座席を示しています。このマークは緊急時にエンジン、スラット、フラップを点検する必要がある場合など、乗務員ができるだけ迅速にその場所を見つけるために必要です。小さな三角形が乗務員の時間を節約してくれているというわけです。緊急事態についてよく話題に上りますが、実際にはそんなに頻繁には起こりません。飛行機に乗るより車を運転する方が危険なのですが、毎日車を使う人がほとんどですよね。それでも飛行機恐怖症の人は多く、迷信深くなってしまう人も多いようです。多くの文化では13は縁起が悪い数字。そのため、その地域へ頻繁に飛ぶ航空会社は13列目を設けないことが多いようです。些細なことであっても、偶然13列目に座った不安げな乗客数人が救われるかもしれません。他の文化、例えばイタリアやブラジルでは17が縁起の悪い数字なので、13列目も17列目もない機体もあるようです。一方、中国へ飛ぶ飛行機では14列目が飛ばされることがよくあるようです。